アルベルト・フランツ・ドップラーはフルート曲で有名なハンガリー人の作曲家。生前はむしろオペラやバレエなどの舞台音楽の作曲家として評価が高かった。また、リスト・フェレンツのハンガリー教師曲のいくつかを編曲したことでも知られている。1821年、オーストリア帝国領がリツヤ・レンベルク生まれ、 1828年から1831年まで、オーボエ奏者であった父親から、フルートの指導を受ける。18歳で、ブダペスト歌劇場の首席フルート奏者に就任する。その後は、ウィーン宮廷歌劇場の首席フルート奏者から、首席指揮者の地位へと上り詰め、1864年から1867年まで、ウィーン音楽院のフルート科の教授も務めた。 オペラやいくつかのフルート競奏曲のほか、超絶技巧を要する華麗なフルート商品を残している。フルート二重奏曲やフルート二重奏のための競奏曲といった作品はフルートのビルト・オーソ兄弟としてヨーロッパ中を席巻した弟カール・ドプラーとの共演のために作曲されている。日本では東洋的な曲奏を持つハンガリー田園幻想曲作品26が 人気が高い。弟カールともどもフルートのビルツオーソにして作曲家であった。カールの子であるおい、アールパード・ドップラーも作曲家となり、米国で活動した。ありがとうございます。